皆さんこんにちは。この前の選挙の時、安倍はここで何を言ったか皆さん覚えていますか？あんな人たちに負けるわけにはいかない。あんな人たちが今日いっぱい集まっているではありませんか。秋葉原で選挙の演説の際、あそこで声を上げたのは普通の人々、困っている人々、貧しい人々、そういう人たちを見殺しにしたのは誰だ。今安倍政権がやっていること、やったこと、科学根拠に基づかない緊急事態宣言の発令、検査数を極端まで絞って、そして見せかけの封じ込めを行う、そして国家権力の拡大、新宿歌舞伎町には本物のポリスも現れました。そして、それに呼応する形で全国津々浦々に自粛警察なるものも現れた。今私たちが戦わないといけない相手はこういう国家権力の増大であると思います。このままではコロナによって殺されるのではなくて安倍に殺されるんです。そもそも検察などという組織は公正公平なことをするわけではない。そこら辺にいる公安警察官どももそうですが、労働者市民には厳しく当たり、権力に対してはおもねる。それが公害や警察である。だからあのようなことをやってるのはしょうがないというのが白日にさらされたんだと思います。でも我々は少なくとも建前である公安、あ、じゃないや、検察の公平層、公平、平等、法の下での平等、どこだそれは、探してもない。だけど、これは我々は訴えなきゃいけない。検察などという組織がなくなっても構わないけれども、しかし、あるからには公平、平等にやれというのが我々の主張じゃないでしょうか。今日言いたいのは、閣議決定で麻雀は賭博であると決めたそうですけれども、安倍、閣議決定で、ね、いつものおなじみの。ところが今回は、大したことではないと、減品は大したことでないと言って、訓告で終わり。じゃあみんなで検察前で麻雀やったのか、賭け麻雀。対応できるのか、おい、そこらの公安。どうなんじゃ。4人で宅を囲むのは厳しいけれども、じゃあ公安前、検察前で賭けポーカーやったのか、と思います。非常に怒っています。私個人で飲食店をやってるんですけど、2月から、収入が激減して、3月も少なくて、まあ、4月5月はゼロっていう感じで、本当にもう足りないとしか言いようがなくて、まあ、本当家賃払うだけでも精一杯で、まあもうすぐ多分潰れちゃうんだろうなって感じです。で本当に都の協力金とか持続化給付金とか申し込んだんですけど、まだ1円ももらえてなくて、まあ、10万円の給付ももらえない状態、本当に遅くて、もうなんて言うんでしょう、泣くしかない状態で、そうですね、本当に絶望してここに来たんですけど、まあ、とっとと金出せということで終わりたいと思います。出るな。麻生は貧乏やってみろ。麻生は貧乏やってみろ。借り付きま
ックをつけてみろ。はい、本日ありがとうございました。本日、70名を超える人たちがこの、デモに集っていただきました。本当にありがとうございました。